ライフティップス。この番組は大阪のお店で FM80 に DJ とアーティストが普段の過ごし方や考え方、好きなものについてなどゆったりとおしゃべりしていきます。今回は私、田中ノエがゲストに藤原さくらさんをお迎え、私のセレクトした大阪の北浜にあるカフェスタンドプチでお話ししていきます。北浜に来る、北浜はなかなかなくいいし、なかなかこう大阪でゆっくりランチっていうのことがないから、今日は楽しみです。スタンドプチ、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。どうもどうも。この前のラジオぶりですよね。そうなんです。この間ね、番組に出ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。でもあの時リモートだったので、直接お会いするのかなりお久しぶりですよ。いつぶりだろう。ミュージックリークスの、めちゃくちゃお久しぶりです。多分3、4年多分ですよね。私毎回ミュージックフリックスがそんな前だったんだって最近びっくりする。実感ないですか？あー、でもそっか、3、4年も経つかっていう感じ。同期ですもんね。そうそう、同期なんで、802同期なんで、はい、802ね、802同期。あまり偉そうなこと言えないですけど、私もお願いします。今日は大阪までお呼びつけして、いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。お越しいただいて楽しみ。あの、北浜にあるスタンドプチっていうお店に今日は来てるんですけど、うん、サンドイッチが美味しいお店で、以前は私の番組じゃないんですけど、違う番組の収録でお邪魔したことがあって、うんうんうん、あの、取材させていただいたんですけど、すごく美味しくて気に入っちゃって、気に入っちゃって、ぜひ桜さんにも来てほしいなと思って今日はお呼びしました。何を頼んだんですか？甘いもの好きですか？大好きです。じゃあそんな感じにしてもらいましょうかね。やった。嫌いな食べ物とかあんまないんですか？あんまなくて、あの、きびなごフライだけ食べれない。それ以外は大丈夫？魚系は、それ以外ならいける。きびなごフライを見たらもう、あっ、ってなっちゃうかも。本当に嫌いすぎて。じゃあ何でも食べれますね。何でも食べれますね、ほぼ。いいことだ。いいことだ。一番いいですよ、それが。食べれないものありますか？私、でもフルーツが苦手なんです、ちょっと。フルーツが体に良くないですよね。何のフルーツが嫌いなんですか？めっちゃ細かくって、ちょっと細かすぎてめんどくさいから、一食単にフルーツが嫌いって言っちゃうんですけど。ああ、キウイとか無理ですか？キウイは比較的いけちゃうんだ。テンション高かったら、キウイ、バナナはテンション高かったら大丈夫。リンゴとか？リンゴは好きです、うん、でもいちご飴は嫌いだけど、いちごは食べれる。うわ、むず。ちょっと意味わかんない、難しいんですよね。なるほど。痩せました？そうかな、そうなんですかね。全然最近痩せちゃったかも。痩せちゃった。食べてます？いや、そう、食べるようにしてます。だから動かないから全然食べなくなっちゃって、コロナの期間中だから運動をちゃんとしようと思って、で、運動し始めたらご飯すっごいお腹減るようになりました。いいですね。健康的ですよね。健康的です。このお家の期間はどんな風に過ごしてました？ずっとゲームして、夕方起きて、朝10時とかまでゲームして、コンビニ行ってみたいな、はい、最悪の生活。最悪の生活をしてましたね。なのか最高でしたね。誰にも咎められず、誰にも咎められない。そう、何もしなくても、それはすごく楽しもうと思って生きてました。インドアなタイプですか？いや、結構アウトドアも好きなんですけど、アウトドア慣れなかったじゃないですか。ああ、そうですね、うん、この期間はそうですね。だから自分のインドアな面を増幅させた感じ。あ、そうそうだ、この間それこそリモートの収録の時に、うん、自転車を買ったって、はい、ったおっしゃってたのは。最近めちゃくちゃ乗ってます。あ、乗ってます。乗ってます。
もう水を得た魚のような感じで近所をビュンビュン走り回ってましたね。 ありがとうございます。おいしそう。では改めてよろしくお願いします。ちょっとしたディスタンスを。そうですね。うわ、めっちゃ美味しい。これ何ですか？リンゴ酢キウイみたいな。へえ。これ食べれないです。飲めないかもですね。じゃあ私の分まで飲んでください、さくらさんが。これめちゃくちゃ美味しい。はい、あった。そう、自転車どうなったのかなと思って気になってて。超気持ちいいですよ。友達、近所に住んでる友達みんな自転車持ってるから、自転車でサイクリング行って公園まで行ったりとかしてます。いいな。気持ちいい。しかもちょっとでも寒くなってきてません？嘘でしょ、大阪こんな暑い。今日ね、収録の日が特別あったかいんですよ。あ、そうなんだ。東京ずっとこんな感じなんですよ最近。これちょっと公開される日がいつなのかわからない。そうですね。全然また冬になってるかもしれないですね。だから今日暖かかったんで、収録の日は。よかった。よかったなと思って大阪でお呼びできて。ありがとうございます。あの、自粛の最中は、まあ、アルバムの制作ももちろんされてたと思うんですけど。そうですね。今回のアルバムはそんなこともしっかり反映されたような一枚になってますよね。スーパーマーケットっていうアルバムで。なってますね。もうお家にいる時間が多かったから、もうなんて言うんだろうな、今までのやっぱ曲とかって誰か対誰かがいて、その人のことを歌ったりすることとか、なんか出来事があって曲が生まれたり歌詞作ったりしてたんですけど、なんかやっぱ自分と対話する時間が一番人生で長かったのかなと思って、だからなんかそういう内省的な歌詞、人を変えようじゃなくて、自分が変わろうみたいな、悟りみたいなところになんか行き着きました。あの、生活っていう曲ではまさにそんな感じで、この期間ならではの言葉もたくさんある曲かなとか思ったりしてたんですけど。そうですね、ラップがずっとしてみたくって、ラップで最近こうでみたいな、みんなにいつ会えるんだろうっていう歌ですね、ラップしたいっていうのはいつぐらいから考えてたんですか、構想としては。今年あ、じゃあもう割と思い浮かんで。そうですね、今年曲を作って、なんか本当ポップなラップの曲を作っていて、で、あ、これを誰かと一緒に作ろうと思って、ババさんにそのデモを送ってみたんですけど、ヒップホップの作り方がやっぱそういう作り方じゃないみたいで、そのヒップホップのトラックメーカーの方がトラックを作って、それをアーティストに送って、私がその上で曲を書くっていうのがヒップホップの作り方みたいで、だから私がデモを送られてもみたいな、そういう作り方したことがないって言われて、で、私もそういう作り方をしたことがなくて、はいはいはい、じゃあもう今送ったデモはなかったことにして、また一から作りませんかっていう話をして、で、作り始めた感じでした。じゃあ一旦なくなったデモがあるってことですか？あります、あります。全然違う曲ですけど、ね、あ、そうなんだ、はい、へえ。もうそれはかなりこうポップラップみたいな、もうちょっとこう、もうちょっと明るいテンション、明るいテンションの曲だったんですけど、まあ、それもまたいつか自分が、私がトラックを作れるようになったらそれもいいかなと思ってます。そういうちょっとした展望もあったりするんですか？あります、あります。トラックを作って例えば誰かに提供したりとか。もちろんそれがしたいです今私は。あ、そうなんですね、はい、自分で歌うっていうよりもそういうこともやってみたい。そうですね、やりたいです、すっごく、そっちが興味あるかも。自分の曲を人が歌うってやっぱ多分感覚違いますよね。感覚違うと思いますよ。うん、そうですね。さくらさん、まあ、今作もいろいろいろんなアーティストを迎えての一枚になってると思うんですけど、はい、自分で作った曲と人に作ってもらった曲って違ったりしますか？
私が今まで人の曲を歌ったのが、まあ、スープと春の歌、好きよ好きよ好きよっていう曲ぐらいなんですけど、まあ、カバーをすることに、まあ、近いですよね。すごくなんか自分からは出てこなかったものじゃないですか、うん、でそのスープとかの場合はあの、まあ、ドラマのそうですねに出てその子が歌う曲だから、なんかちょっと普通の提供してもらってなんか歌った曲っていうとなんかまたちょっと違う感じ、なんか不思議な立ち位置なんですよね、はい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 、自分の中でそのドラマの中で、うん、歌ってた曲っていうイメージなんですかね。そうなんですよね。だから自分の名義で一応出してはいるんですけど、歌ってるのは私じゃなくて私が演じた役の子が歌ってる歌っていう感じだから、はいはい、だから本当純粋に提供してもらったことっていうのはないんですよね。 ありがとうございます。美味しそう。さくらさんは甘いものということで、わーい、アップルパイ、アップルパイを頼みました、ね、はい、絶対美味しい。私はキノコとハムのサンドイッチをいただきます。わー絶対美味しい。いただきます。いただきながら、いただきながら。思い詰めるタイプですか、いろんなことぐるぐる考えたりします。思い詰めることは思い詰めると思うんですけど、でもなんかすごい良かったなと思うのは、すっごいしんどいことがあってもでも歌にできるから全部それで良かったなって思えるのが救いなんですよね。だから自分の中ですっごいしんどいことってあるじゃないですか、はいはいはい、なんか何のためにこの状況になったみたいな悲しいこととか、うん、誰かとの別れとか、もう一生会えなくなっちゃった人とか、うんうん、なんかそういうこともあ、でもそれでまた歌にしてまた会うことができたりだとか、なんかすごく自分の救いなんだなっていうのは最近より感じますね。なんだかだから思い詰めた方が音楽になったりする感じはありますね。思い詰めなかったら何も生まれなかったりするから、だから良かったです。なんかまた会えたりするってすごく素敵な表現だなと思いました。今曲にすることで、うん、いつでも会えるし、私なんか音楽とか匂いとかってすごいつかみどころがないじゃないですか。こうやって触ったり食べたりもできないし、うん、なんか目で見る、まあ、なんて言うんだろう、波形では見えるかもしれないけど、なんかつかみどころのないものほどなんか記憶とかとすっごい密接につながってて、昔その時に聴いてた音楽とかを聴いたらうわーって懐かしい気持ちになったりとか、はい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 、その時のことをすごい思い出したりできるじゃないですか。だからなんかすごく素敵なものをなんかできてるっていう実感があって、自分が音楽が大好きで救われた人間だから、うん、なんかそういう風なことができてよかったなって思います。さくらさんのね、音楽に救われてる人ももちろんたくさんいると思うんですけど、そうだといいな。あの今の匂いとかの話、私も同じようなことを考えたりする時があって、うん、なんか匂いとか音とかって実体がないじゃないですか、うんうん、そこに。でもそれを記憶していて、なんとなくふと嗅いだ香りが、あ、これは金木犀の匂いだとかって分かるのってすごい不思議なことだなって思いますね、うんうん、そうですよね。匂いってすごいですよね。なんだかなんかだからある意味あの生き物らしいのかなって思ったりとか、うん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 、そういう部分ってですね。これめっちゃ美味しいですけど、もうめっちゃ食べるのを喋りすぎていただけてないかもしれない。私もいただこう。食べてください。いただきます。美味しいサンドイッチもめっちゃ美味しい。のパンがね美味しいんですよ。うん、パンも美味しいです。買って帰ろう。ライフティップス、今回はここまで。後半では藤原さくらさんにお仕事のお話や将来のお話も質問してみますよ。後編もぜひチェックしてくださいね。